い、おはようございます。現在時刻は6時52分、外気温がマイナス 1.3 度、タープ下がマイナス 0.6 度ですね。で、雪はですね、昨日夜のうちにやみましたね。非常に穏やかな夜でした。そういうわけなんで早速起きてですね、朝ごはん作りたいなと思います。よし、じゃあ朝ごはん作っていきましょう。とりあえず昆布のおにぎりですね。で、メスティ、で、昨日の辛ラーメンのかやくで、スープね。多分全部入れたら辛そうなんで、このぐらいにしましょうかね。ちょっと様子見ながら入れていきます。水です。で、朝なんで固形燃料でやっていきますね。OK、 しばし煮込みます。乾杯。あー、うまい。で、今の時刻が7時38分なんですけど、釣りのお客さんたちがね、ポロポロ来始めてますね。で、またね、あの雪が降り出してるんですけど、今日は雪の釣りキャンプですね。個人的に雪が降ってる中で釣りをするのは初めての経験ですね。で、ちなみに昨日の気温なんですけど、最高が14時55分の 7.7 度、最低が2時35分のマイナス 3.0 度っていうのが昨日の気温になりますね。で、一応これリセットして今日も測りましょう。まあ、そんなにね、なんか寒さっていう寒さは感じなかったですね。でね、前回ですね、大木谷で雪中キャンプした時に、このコットにかけてるサーマレストのマット、あれをね、はぐった時に結露かなんかわかんないですけど、べちゃべちゃになってたんですけど、今日はね、全然そんなことなかったですね。非常に寝やすくて良かったですね。でね、今回からですね、インナーシュラフってやつを使ったんですけど、めちゃ快適でしたね。あの、ブランケットよりやっぱ、だいぶいいですね。よいしょ。おうち。よいしょ。よっしゃ。グツグツなってきましたね。じゃあ仕上げにかかりましょうか。卵よっ、よいしょ。しょ。で、もうちょっと煮込みますね。オープン。おー、いいですね。素晴らしい出来じゃないですか、これは。じゃあ食べてみましょうか。昆布だしの香る辛ラーメン雑炊です。いただきます。うん、うまい。うまいけどね、あれでもちょっとスープ入れすぎた感じですね。で、あの昆布の主張が思ったよりだいぶ強いです。なんでこれもし真似されるんだったら、鮭とかそういうのでね、やった方がいいと思います。はい、まあそういうことなんで、これね、食べたらもう早速釣りの準備入りたいなと思います。はい、じゃあね、受付で全部借りてきました。で、ルアーはね、最初から1個ついてるんですけど、念のためにですね、この3個セットのやつ、これね、1つ買いました。なんで、ちょっとね、ちっちゃいやつには興味ないんで、もう狙いはね、ドナルドソントラウト1本ですね。そこを狙って、ちょっと本気で釣りしていこうかなと思います。じゃあね、やっていきます。
今ね流れ込みんとこ来てるんですけど、なんかね白いやつがいますね。これなんすかね。もう一匹は多分ニジマスだと思うんですけど、なんか白いやついますね。ちょっと狙ってみます。はい、時刻は11時19分、外気温 3.7 度、タップ下も 3.7 度ですね。いやーマジでね、ドナルドソンどころかザコ1匹釣れないですね。はい、1回ね当たりがあったっぽかったんですけど、もうほぼほぼ反応なしですね。いやー厳しい。でもまあ釣りができるのはね、多分夕方の準備のこととか考えたら4時ぐらいまでだと思いますんで、まあね、まだ時間もありますんで、まあどうにかなるでしょう。はい。とりあえずね昼ご飯食べます。よし。まあ釣りはね焦ったらいかんすよ。チャルメラですね。ちょっとバリ方が好きなんで、もうすぐ食べます。これね、ハイボール釣れないですけど乾杯。やっぱ平日の昼から飲む酒はうめえな。よし、もういいでしょう。追いニンニクします。とどめの一味。よっしゃ、いただきます。うん、うん、あ、うまい。やっぱね、この釣り場で食べるカップラーメンってめっちゃうまいですよね。これでなんか釣った魚見ながら食べてたらもっと美味しいんでしょうけど、全然釣れないですからね。うん、まあまだ時間もあるんでね、どげんかなります。うん、これこれこれ、このルアーが完全に今日当たりですね。この色を変えてからもういっぱい釣れてますんで。いや、なんか堀口教授がね、釣れんかったルアーをやっぱ変えた方がいいって言ってたんですけど、当たりですね。とりあえずこれもキープしとこう。晩ご飯なんでね、やっぱ2匹ぐらいは欲しいですからね。はい、時刻は15時40分、外気温 8.2 度、タープ下 7.2 度ですね。はい、じゃあね、まあ、さっき釣りから帰ってきたんですけど、気になる釣果の方がですね、よいしょ、こんな感じです。はい、1匹だけね大きいのいるんですけど、多分全部ニジマスだと思いますね。ドナルドソンは釣れませんでした。で、ちなみにね、全部赤いルアーで釣りましたね。はい、やっぱ釣れなかったらね、早めにルアー変えていった方がいいと思います。でこれからなんですけど、とりあえずですね、2匹を晩ご飯に使おうと思いますんで、3匹はね、持って帰って家で食べようかなと思います。じゃあね、これからさばいていこうと思うんですけど、その前にね一杯飲みましょう。氷結のパイナップルです。乾杯。
いいね。やっぱこの釣った魚を見ながら飲むのはまた格別にうまいですね。うまい。はい、時刻は17時28分、外気温が 1.5 度、タープ下 2.5 度です。はい、まあぼちぼち日が暮れてくるかなと思うんですけど、とりあえずですね、薪割り完了で、ランタンの燃料も入れましたんで、もう夜を迎える準備は万全ですね。なんで早速ですね、焚き火着火して昼間釣ったニジマスをですね、北海道の郷土料理にして食ってやろうかなと思うんですけど、皆さん一旦ですね、ここいらで動画切ろうかなと思います。はいちょっと今回長いんでね。そういうわけなんで、よろしければチャンネル登録とグッドボタン、概要欄からですね、ツイッターとインスタのフォローもよろしくお願いします。それでは次回もぜひご視聴よろしくお願いします。じゃあしばしのお別れです。さよなら。こいつとこいつ、この2匹ね、食べようと思います。ベースはやっぱり味噌汁ですね。あ、やべ、崩壊する。あ、なんてこった。見た目はかなり微妙ですね。